皆さんこんにちは墨田区長の山本徹です7月12日から8月22日まで東京都に緊急事態宣言が再発令されましたこのことを踏まえ本日対策本部会議を開催し今後の区の対策等について私から指示しました区の施設の開館状況及びイベントの実施状況については 最新の状況を区のホームページに随時掲載していきますのでご確認くださいまず最初にワクチン詐欺への注意のお知らせです本日区内で区から委託を受けた事業者を名乗り接種券の情報を聞き出そうとする不審な電話が相次いでいます区がこのような電話をすることはありません 怪しいと思ったらすぐに警察に通報してください。今回私からは新型コロナウイルス感染症に関する最新動向、ワクチン接種に関することについてお知らせします。はじめに墨田区における感染の広がりを表す指標ですが、7月8日現在、 療養者者数数とと週間の感染者数がステージ4となっています重症患者を含む病床使用率は低い水準を維持しており医療の逼迫は見られません次に日別の新規感染者数のグラフについてです墨田区では新規感染者が増加しています黒の折れ線グラフは 人口10万人当たり1週間の新規感染者数です。先月6日から1週間に20%のスピードで感染者が増加し、ステージ4の基準を超えています。次に年齢別、週ごとの感染者数の推移です。左の折れ線グラフにあるとおり、20代から50代の感染者が増加しており、 直近の1週間ではその合計が8割を占めています。一方高齢者の感染はワクチン接種の進行に伴って激減しています。感染者の感染場所を見てみると家庭内感染が約半数を占めますが、次いで飲食店や会食による感染が最近増えています。これは 前回の緊急事態宣言が解除され、お酒を提供する飲食店を複数名で利用する方が増えたことなどに影響が考えられます。現在、国と連携したモニタリング検査を企業や団体に実施するほか、飲食店の見回りと感染対策の支援を強化しています。 さらに医療提供体制について強化します医療の逼迫を抑えるため、今月、区内のコロナ専用病床を189床から230床に拡充しました。また、自宅療養者の医学的管理も強化します。すでにパルスオキシメーターを約300台確保しており、 必要な方に貸し出して健康観察を徹底します。また、医療機器メーカーと契約し、自宅療養中に呼吸が苦しくなった感染者に、区が確保した酸素濃縮装置を素早く提供します。入院するまでの間、医師会のご協力のもと、区の要請で医師が自宅を訪問し、 在宅酸素などの医学的管理を24時間体制で行います次に新型コロナウイルスのワクチン接種についてお知らせします7月8日時点でワクチン接種記録システムに入力した接種状況ですが65歳以上の区民の方は接種対象者6万1,034人のうち 1>, 1回目の接種を終えた方が4万9199人 80.6%2 回目の接種を終えた方が3万8184人62.6%となっていますこれらを含めた16歳以上の全接種対象者24万5350人のうち 1>, 1回目を終えた方は8万9667人 36.5%2 回目を終えた方は 42,、17. 4万2627人17.4%となっています多くの区民の方に接種をしていただくことで集団免疫を獲得しそれが皆さんの安心につながり感染を予防し 命を守ることにつながりますぜひご協力をお願いします次にワクチンの接種計画についてお知らせしますご覧の通り現在16歳以上の区民の方の予約が始まっており来週13日火曜日午前8時30分から12歳から15歳までの予約を開始しますこの年代の皆さんが スムーズにワクチンを接種できるよう、小児科のある医療機関と連携するほか、区が予約管理している病院の中で、12歳から15歳までを対象とした専用予約枠を設けるなど、体制を整えていきます。今後、スケジュールが変更になることもありますので、最新の情報はホームページなどでご確認ください。 ワクチン接種の予約はコールセンターまたはインターネットからお願いします予約の空きなどが発生した場合には墨田区の公式ツイッターでお知らせするほか区の安全安心メール等でも発信していますまたかかりつけ医やお近くのクリニック等に直接電話で予約することもできますその際1回目だけではなく 2回目の予約も忘れずに行ってください詳しくは最新のワクチン接種特集号をご確認ください。なお予約システムで集団接種会場等の予約をした後にこれとは別に電話などで大規模接種センタークリニック診療所などに予約をした際は元の予約を速やかに取り 消していただきますようお願いします現在ファイザー社製ワクチンの供給量が減少していることから集団接種会場を集約し効率的に接種を実施していきますなお武田モデルナ社製ワクチンで区内の供給量は維持していますのでご安心くださいファイザー社製ワクチンの 集団接種会場の緑コミュニティセンター立花体育館旧す田小学校については7月26日以降の1回目接種の新規受付を一旦休止しますのでご注意くださいなお2回目接種分のワクチンは確保するほかすでに予約を取っている区民の皆様の接種は予定通り行っていきますので ご安心くださいまた個別接種会場についてはこれまでと変わりありませんファイザー社製とタケダ・モデルナ社製のワクチンの違いはご覧のとおりとなります詳しくは厚生労働省のホームページまたは区の公式ウェブサイト等でご確認くださいなおどちらのワクチンも 高い有効性があることを踏まえると副反応の違い等に関わらずいずれかのワクチンを接種できるときに接種することが推奨されていますワクチンを接種した後も引き続きソーシャルディスタンスの確保手洗いの励行マスクの着用密の回避など感染拡大防止に向けてご協力をお願いします 区民の命を守り、一人一人の生活や経済活動、社会基盤をしっかり支えていけるよう、感染力が高まった変異ウイルスの広がりを抑え込みながら、スピード感を持って、かつ安全にワクチン接種を進めていくことで、一日も早く、笑顔あふれる隅田の日常を取り戻せるように、全力で取り組んでまいりますので、ご理解。 ご協力をお願いします。